これからですね、マイナポータルの方にログインして、えー、確定申告の方を行いたいと思います。これはパソコンを使ったバージョンになりますね。えー、必要なものは、えー、パソコンはもちろんなんですけれども、こちらですね。IC カードリーダーに、えー、マイナンバーカードですね、えー。マイナンバーカードはこちらにですね、 えー、差し込んでおきます、えー、それではですねこの画面のログインですねこちらの方をクリックします IC カードリーダーライターでログインこれを選択します 使用する端末はパソコンです。C カード、リーダー、ライターで読み取りということですね。えー、利用者の登録と流れな、マイナンバーカード、それから4桁の暗証番号ですね、えー。それにログイン用のアプリのインストールが必要になります。これスマートフォンのではないんですね。パソコン用となります。そして、えー、利用者登録の方ですね。 えー、あこちらでログインするということなのでこのダウンロードですねこれをクリックしますとこちらにダウンロードされましたのでこれをですねダブルクリックしてインストールしますこれですねマイナポータルアプリで、えー、Chrome のものなんですね 使っているのが Google Chrome なのでこれで終了ということですねはい、えー、これで、えー、Chrome に追加というところがですねこれにできました、えー、そしたらこのボタンを押してくださいというのでマイナポータル AP を追加しますか拡張機能を追加これにクリックします えー、そしてですね、先ほどのマイナポータルの方から、えー、こちらですね、ログインをします、えー。そしてマイナンバーカードをセットしましたので、これでログインをクリックします。そうすると、ここにですね、えー、利用者証明書用のパスワードを入力してくださいというのが出るので、ここにパスワードを入れます。 これででですすね OK をククリックしますはいこれで今ログインできましたログインするとこの下ですね、えー、ここにもっとつながるっていうのがあるんですねこれが、えー、確定申告がここでできることになります えー、この中のこれですね、えー、国税電子申告農業農場、えー、納税システム e-tax ここにつなぐをクリックしますアカウントをつなげるため、えー、国税電子申告納税システムに遷移します同意される方は同意ボタンを押してくださいこれで同意しますねでこれマイナンバーカードから アカウント登録用の情報を読み取り、えー、国税電子申告納税システムに対して送信しますということですね。えー、これでマイナンバーカードからの読み取りをクリックします。マイナンバーカードからの読み取りができたので、これで送信をクリックします。 はい、そうするとですね、こういう画面に出てきますね。えー、マイナンバーカードを、えー、IC カードリーダーライターで読み取る方は IC カードの読み取り、こちらを押してくださいということですね。スマートフォンを使う人はこちらですね。今 IC カードリーダーを使っていますので、こちらです、えー。またですね、えー パスワードを入れるところが出てきますので、これを入れて OK します。えっ、ー、と、最後にですね、えー、もっとつながるの設定ということで、マイナーポータルとですね、e-tax のつながりを設定するので、これに同意します。これでアカウントつながりましたということですね。続けて、国税電子申告納税システム e-tax を 利用する場合は国税電子申告納税システム e-tax を利用するのボタンを押してくださいということで、えー、確定申告の方へ移ることが可能です、えー、それではですね、えー、確定申告の方作成開始をクリックします えー、この合流の環境では e-tax で提出することは可能ですということで e-tax で提出するですねこちらをクリックしますなお印刷して書面でですね、えー、税務署等に持っていくという方法も取れます、えー、去年の文を作りますので令和3年度の、えー、申告書のですね、えー、作成をします えー、ここには所得税、えー、それから青色申告消費税贈与税、えー、それぞれ4つ、えー、作成できるようになっています今やるのは所得税です、えー、ここではですねマイナポータルとの証明書等データを取得して申告等をすることができますということで えー、こちらの方マイナーポータルの利用登録やもっとつながる等の事前設定が完了している方が対象ですということなのでこれも完了しているのでこれですね連携するをクリックしますそして、えー、次へ進むですね、えー、こちらの方推奨、えー、環境と出てきますので 問題なければこれですね、えー。利用間規約に同意して次へということですね。えー、事前準備完了しましたということで、次へ進むをクリックですね。あとは以前動画で解説したように入力して送信します。概要欄に以前の動画のリンクを貼っておきます。 最後にマイナンバーの方を入力して内容を読み取り送信をしてこれで終了となります。